どうも、皆さん、こんにちは。チャクマスです。本日もね、動画ご視聴いただきまして、ありがとうございます。本日はですね、前々からね、言われておりまして、やっとね、見つけることができたわけなんですけども、JAL のね、ライフステータスポイント、これをお得にね、獲得する方法はございませんかということで、ご質問ね、いただいてたわけなんですけども、ちょっとね、いいの見つかりましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、JAL はですね、ライフステータスポイントっていうのをですね、今年からね、開始いたしましたよね。今までね、JGC にね、JAL グローバルクラブになるにはですね、プライオンポイントを貯めて JGC になる必要があったわけなんですけども、今年からはですね、JAL のライフステータスポイントっていうね、ポイント1500ポイント貯めないと JGC になることができないということで、ハードルはね、かなり上がりましたよね。まあ今回の方法をね、利用していただくとですね、 これで一気にね、JGC になれるっていうわけではないわけなんですけども、このね、ライフステータスポイントっていうのは、結構ね、あの、利用していると、まあ、お金がかかってきてしまうんですよね。ですので、まあ、私の方でですね、まあ、これを利用すればね、まあ、お得に利用することができるのではないかということで、まあ、参考に、ね、してみていただければな、という感じなんですよね。ですので、決してね、これで全部達成できるっていうふうにはね、思っておりませんけども、まあ、こちらもね、やりつつ、JAL のサービス利用していただければ、 お得にね、利用することができるのではないかということで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと。 思います。はい。ということで、こちらがですね、公式サイトになるわけなんですけども、JAL ライフステータスポイントということで、え下の方にね、積算サ,サービスがねえ、一覧が載っておりますよね。で、こちらがですね、それをね、私の方でまとめさせていただいたわけなんですけども、国内線、国際線、JAL カードジ JAL イ a とはね、ずらっと並んでおりますけども、まあ、これでね、獲得することができるのが、まあ、ここら辺のポイントっていう風になりまして、 国内線であればですね、1登場で、えー、5ポイントね、獲得することができるっていう風になりますので、このね、国内線がですね、えー、1登場するごとに、まあ、5ポイントがね、獲得することができますので、まあこれであればですね、まあ、前々回のセールとかね、離島のワン区間とかね、4600円ぐらいで出ておりましたので、まあこういったものをね、利用していただいてもこの5ポイントが貯まるということで、まあ5ポイント4600円で獲得できるのであれば、だいたいね、えー 1>, 1ポイント920円ぐらいででね利用するることができる計算になりますよ、ねまあ、それ以外でね、その、ライフステータスポイントの単価的にね、一番いいって言われてるのが、この JAL のベルネストラベルですね。これ1ヶ月で、ね、550円、またね、無料期間でもね、ポイントもらえたりするわけなんですけども、これね、1ヶ月で1ポイント獲得することができますので、まあ、1ポイント550円でね、獲得することができる計算になりますよね。まあ、それ以外だとですね、だいたいね、 めちゃめちゃいいみたいなのがね、そんなになくて、まあこのね、JAL のライフステータスポイント修行っていうのは、まあなかなかね、ハードなものっていう風になるわけなんですけども、まあ、前回の動画でもね、言いました通り、この JALPay の両替がね、非常にいいのではないかっていうふうに思っておりまして、まあ実際のね、あの前回のニューヨークの滞在で利用させていただいたんですよね。で、このサービスのね、詳細なんですけども、JALPay を 外貨にね、交換していただくと、マイルがね、もらえるサービスがもともとあるんですよね。で、それで300マイルを達成すると、1ポイントがもらえるっていう計算になります。ですので、1000円でね、7マイル、この両替マイルっていうのはもらえるわけなんですけども、だいたい4万3000円ぐらいを、日本円から、外貨紙幣に交換していただくと、JALPay でね、このね、300マイルがもらえて、それに対して1ポイントがね、もらえるっていうふうに、 なるんですよね。ですけども、こちらはですね、まあ、両替っていう風になりますんで、外貨にしますよね。外貨にするっていうことは、そこでやはりね、手数料がかかるっていう風になりますので、まあ、そうなるとですね、まあ、大体ね、黒字になるのは難しいんじゃないかな、なんていう風に思っていたわけなんですけども、実際ね、やってきました。一応ね、 公式サイトもね、こういった形でね、書いてありまして、j a l p a y の両替、両替マイルで、300マイル達成ごとに1ポイントということで、まあ先日ね、私実際にやってきたんですけども、もうね、ライフステータスポイントね、付与されておりましたので、私がやったのが6月の末ぐらいにね、交換自体をしたので、まあそれでね、想定した翌日っていうふうになりますんで、結構すぐね、あの、ポイントが付与されるっていった形に、 なります。で、こちらがですね、どういった感じでね、利用することができたのかっていうところなんですけども、まずですね、こちらは JALPay のですね、スマートフォンアプリで利用していただくって言った形になります。ですので、まあそんなにね、難しくないので、まあ実際の手順とかね、もし欲しい方いたらね、 コメントね、いただければなと思うんですけども、ちょっと今回ね、割愛させていただきます。普通にね、あの、JALPay に入金していただいて、そこからね、あの、外貨に変えるだけっていう風になりますので、ポチポチ押すだけでね、あの、交換できますんで、多分、あの、わかんないって方はいらっしゃらないと思うんですけども、もしね、必要だったら言ってください。で、どういった感じでね、利用したのかっていう話なんですけども、まあ、私はね、出金するかもなと思って、一応ね、銀行からね、振り込みました。銀行に、この JAL ネオバンクにですね、他の銀行から4万5千円を 入金してこのね JAL ネオバンクからチャージしたって言った形になりますで45,000円振り込んで、まあ、それをねあのドルに j a l ペイの中で交換させていただきましたでそれがですね 4万5千円交換したら、274.96ドルで交換することができました。で、こちらはですね、レートはね、JALPay の方にね、載っているわけなんですけども、163.8277円みたいな感じで表示されておりました。ちなみに交換したのは6月の28日ということで、日本銀行がね、公開している為替レートは、まあ、大体160.69円。 から71円まあこれが1日のね、まあ幅みたいな感じで記載されているわけなんですけども、まあこれを見るとですね、だいーセ1.5%ぐらいの、まあ、手数料がね、取られてるっていうふうに。 なるんですよね。ですので、ま、あ4万5千0交換して、274.96ドルがね、に交換できたって言った形になります。で、先ほど言った通りですね、このね、JALPay のサービスはですね、1000円両替ごとに7マイルが獲得できるっていう風になりますんで、まあ、ここで手数料はね、ちょっと1.5%ぐらい取られてるけど、えまあ、100円で7マイルがね、獲得することができているって言った形になります。で、300マイル達成すると、1ライフステータスポイントがね、貯まるっていうようになって っておりますので、まあ今回ね45,000マイル交換して315マイルを獲得したので、1ライフステータスポイントはね獲得することができたって形になります。結局ねあの私は jalpay にねあの交換させていただいたんですけどもドルにね結局ドルからですね出金とかね結局利用もいたしませんでしたので、じゃあこのねドルどうしようかなと思ったんですけども、まあそのままねあの使わなかったんでねそのまま jalpay の方にもう一回ね残高を を移行いたしました。二百七十四点九六ドルですね。えを四万三千四百円でねえ、ジャルペイの残高に今、まあ、チャージした、まあ交換したって言った位置に。 なります。ま、あこちらですね、JALPay の残高にね、振り込まれるっていうか交換になりますんで、出金することができないんですよね。ですので、日本円に交換することはできるんですけども、まあ、使い道としてはですね、JALPay の残高で利用していただくっていうふうになりますんで、JALPay、まあのプ、まあ、リペで利用していただいたり、あの、アップルペイとかね、まあ、そういったもので利用していただくことはできるんですけども、日本円で出金することができませんので、43,400円ね、 ジャルペイの残高には移行できましたけども、まあ、出金することはできないっていう感じになります。で、274.96ドルをですね、まあ、日本円に交換して、えー、為替レート五157.84円で、まあ、為替レート適用になっておりまして、まあ、この日がですね、7月の9日に、 交換させていただいたんですけども、まあ、ここでもですね、だいたい1.5%ぐらいの手数料が、ま、取られて、このね、JAL の残高になったって言った味になるんですよね。ですので、私は4万5千円をね、振り込んで、JALPay に入れて、それをね、ドルに交換して、ドルから戻したときに、4万3400円でなっているっていうふうになりますんで、まあ、ここでね、1600円損してるわけなんですよね。 で、またね、315マイルと1ライフステータスポイントは獲得できてるんですけども、まあ、1600円マイナスっていう風になりますんで、まあ、これを1ポイント1円でね、換算すると、まあ、大体1285円ね、まあ、赤字になっているって言った味になりますよね。で、これからね、どうしたかというとですね、 JALPAY の残高だったら、チャージを繰り返して使えばいいじゃないかっていうふうに思ったんですよね。まあ、ですので、ここからね、チャージルートを使って、まあ、お得に利用していけばですね、これは結構いいんじゃないかということで、今回ね、試させていただきました。まあ、まずね、こちら iPhone の方限定にはなりますけども、このルートはね、JALPAY から ApplePay で1オンもしくは7個にチャージさせていただいて、まあ、1オンだったら1オンで楽天バリアブルカードをミニストップで購入していただいて、 ミニストップがない方はセブンイレブンで7個払いで楽天バリアブルカードを購入していただく。まあできればね、ワオンで楽天バリアブル購入していただくと1%還元つきますので、できればね、優先は上なんですけども、まあこのミニストップっていうのはですね、全国展開しかしてなかったと思いますんでえ、ないところもあると思いますんでね、まあそういう方はセブンイレブンになると思うんですけども、 ま、これでね、楽天バリアブルカードを購入していただければ、えー、楽天ペイでね、請求書払いで、えー、国税地方税とかもね、支払うことができますし、まあ、楽天ペイ、えー、楽天証券で、ね、楽天キャッシュで投資新宅で、ね、利用していただければ、先月からね、0.5%でつ、ね、くようになりましたし、楽天ペイはですね、今チャージ元に関わらず、楽天ペイで利用していただくと、1.5%還元が取れてしまうっていうふうになりますので、まあ、これでね、上のルートをたどっていただくと、 1.5%の1.5%なんで、楽天ペイで最終フィニッシュしていただくと3、3%還元で利用することができちゃうんですよね。しかもね、このジャルペイで利用した分はジャルマイルっていう風になりますんで、これはいいですよね。で、この和音に関しても、こちらアルファベットの和音ポイントなんで、ジャルマイルに交換することができます。で、楽天ペイで、 獲得できるのも楽天通常ポイントなんで、ANA マイル、JAL マイルにね、交換することができるっていう風になりますんで。で、もらえる還元なんですけども、まず43,400円を Apple Pay で和をもしくは7個にチャージしていただきます。ここで0.5%、JAL マイル、まあポイントで書いてありますけども、JAL マイルが獲得することができます。で、ミニストップであれば、1ポイント、1%還元なので、434。 1オンポイントが獲得することができて、セブンイレブンで7個で決済した場合は還元はありません。 これをですね、楽天ペイの、ま、お店でね、利用したり、またね、楽天キャッシュで投資インタクトを購入していただくとですね、0.5%還元で利用することができるっていうふうになりますので、ポイント数的にはですね、楽天ペイだったら651ポイント、投資インタク購入だったら217ポイントっていうふうになりますんで、ま、ここまで来るとね、勘のいい方はね、わかると思うんですけれども、楽天キャッシュで楽天投資インタクト購入していただくとですね、 まあ普通に買って売ればですね、現金化もできてしまうっていうふうになりますんで、ルートを組めばですね、今回のね、この JALPay にね、残った残高っていうのもですね、ライフステータスポイントを取りつつ、売却もね、することができてしまうっていうふうになりますんで、これはね、いいですよね。 で、還元をね、ちょっと合計させていただいたんですけども、まず4万5千をね、私は入金して、させていただいて、ドルに交換して、まあ、それをね、また JAL の、j a l ペイの残高に戻して、4万3400円で、1600円のマイナスが出ましたよね。まあ、で、このね、交換したことによって、315マイル獲得予定なんですけども、まあ、1285円のね、赤字を抱えてるって言った形になりまして、j a l ペイからワオンで楽天バリアブル購入して、楽天ペイで利用して、 していただければ 1285円から217、414,651ということで、217、434,651。もしね、投資信託購入する場合は、217の434の217ということで、上のね、この楽天ペイで利用する分に関してはですね、もう完全に黒字でフィニッシュね、することができます。しかもね、ここら辺でもらっているのはですね、この434ポイントっていうのは、ワンンポイントなんで70、70%で ANA マイル、50% 1%でジャルマイルっていうふうになりますんで、まあ、これは JAL マイルだしこれも ANA マイル JAL マイルに交換できるしここも楽天通常ポイントなんで。 エーレいマイル、ジャルマイルにね、獲得することができるっていう風になりますんで、まずプラスで終わってる場合はね、もう何にも考えなくてもね、こちらはいいんじゃないかと思います。で、下の方はですね、ま四、あ、417円、まあ赤字になりますけれども、こちら辺は全部マイルですので、まあ一ポイン、1マイル1円と考えたらですね、ちょっとね、417円損している部分はあると思うんですけれども、そんなに悪くないのかなっていうところですかね。 またね、この417円で、まあ、今回ね、ライフステータスポイントを1ポイント獲得できているのであればですね、これでもそんなに悪くない数字ではないかと思います。上の方に関してはね、めちゃめちゃいいと思いますので、まあ、これでね、ライフステータスポイントを稼いでいくっていうのも、まあ、もらえるポイントはね、これでも1ポイントなんで、まあ、あの JGC 達成するのはね、1500とか必要なんで、かなりね、あの、道のりの長い話にはなりますけども、まあ、これをね、やっていただくっていうのは、まあ、結構いいのではない のかなと思いますで、アンドロイドの方はね、どうすればいいのかっていう話なんですけども、こちらのルートはですね、JALPay から1をもしくは7個にね、チャージすることができるんですけども、残念ながらですね、ApplePay がね、必要になってきますんで、Android で利用されている方は、こちらね、JALPay からそのまま ANAPay で楽天 e d で、楽天 e d から楽天キャッシュで、楽天キャッシュで、 そのまま楽天ペイ、楽天投資信宅購入でいいのではないのかなと思います。まあ私はね、どっちも端末持っておりますので、私はね、この上のルートでね、利用させていただいたわけなんですけども、ミニストップでね。ですけども、えっと、アンドロイドしかね、持ってないよっていう方はこちらのね、ルートになります。で、還元なんですけども、先ほどよりね、0.5%ね、下がってしまいますので、ちょっとね、赤字は膨らむっていたじになりまして、楽天ペイでフィニッシュした場合は、マイナス200円分。 で、投資イン購入した場合は、えー、マイナス634円分ということで、まあちょっとね、アンドロイドの方は不利にはなるかなっていうところなんですけれども、まあ、先ほど言った通りね、ここら辺は全部マイルになりますので、まあ、そんなに悪くないのと、まあこの634円でね、ちょっとね、あのー、 ジャルウェルネストラベルよりね、ちょっと高くなっちゃう部分はあるんですけども、まあ、200円だったらですね、ライフ、チライフステータスポイントが200円で獲得できるのであれば、まあ、結構いいですよね。まあ、634円でもね、そんなに悪い数字、これがマイルなんでね、と思うんですけども、まあ、ここはね、いいよって思う方は、えー、やっていただいて、まあ、ちょっとやだっていう方はね、まあ、見送っていただければなっていうところなんですよね。 こういった感じでね、ルートを組んでいただければですね、まあ結構お得にね、ライフステータスポイントね、獲得することができるのではないかと思いますので、ぜひね、これからライフステータスポイントをね、え獲得していきたいよっていう方は参考にね、してみていただければなと思います。まあこのね、j a l p a y をドルに両替して日本円に戻してね、この j a l p a y の残高がね、出金したりできたりすると、多分ね、赤番とかそういうのはね、あの、 危険性が出てくると思うんですけども最終着陸地は j a l p a y っていう風になりますんで、まあこれね、戻したところでね、本営に出勤することはできない残高っていう風になりますんで、 これをたくさんやってね、あの赤番みたいなことは多分ないと思うんですよね。まあちょっとね、それ前回、あの動画出した時にですね、どうなんですかみたいな感じでコメントいただいたんですけども、まあ、もし心配な方はやらない方がいいかなっていうところですかね。まあひとまずですね、まあこういったルートもね、ありますよということで参考にね、してみていただければなぁと思います。 ということで、今回ですね、JALPay の外科、両外でですね、ライフステータスポイントをお得にね、獲得してみたということで、動画ね、解説させていただきました。これからね、ライフステータスポイントね、獲得、やはりね、大変になってきますので、もしね、お得に利用されたいっていう方は、ぜひね、参考にしてみていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 師アカウント。最近ね、LINE 師アカウントで、プライティパスのおすすめがかかる PP 診断、マイル診断、マイルクリカ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料でやっておりますので、ぜひね、チェックしていただければとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。